クロノトリガー95年スクエア36回目、前回はクロノ夢ですね。奥までどんどん進んでいきまして、でテラミュータントを倒した先のあたりで、セーブしたところでしたでしょうかね。まあ、あの突入前と後ではお金も20万ぐらい増えてますし、レベルも全体的に 10とちょっとかな、レベルアップしてますよね。今入ってるメンバーが、ほぼほぼ HP が999まで上がっちゃってるというこんな状況です。さて、まあ、クロノ夢もね、結構ラストの方までもう来ているはずなので、続きをいきたいと思います。よろしい。奥にとりあえず進みましょうかね。はい。これはなんかそろそろラストっぽいっすよね。どうしようかな。エイラは基本的にエイラは色仕掛け要因なので、置いとかないといけないんだけど、あとはミュータント以外で魔王があんまりいらないんだよね。どうしようかな。クロノにするのか、回復ベースでロボにするか迷うな。ロボかな。回復できる方がいいかな。よし。で、装備を整えましょうか。魔王につけてたピアスを外して。で、ロボは、プリズムメットでステータス異常防止と、あれ、ノバーマ、月光の鎧は、ああ、クロノがつけたままやってね。はい。月光の鎧で、ゴールドピアスはこいつね。ノバーアーマーなんでステータス以上全防止ですね。 OK。 素早さ的にはどうだろう。全体回復ができるロボの方が必要なのか。まあいいか。さあ行きましょう。なんか出ますね。お、プチラボス。バージョンアップしてるかな。してそうやね。プチラボス R、ウォーターライズ。そんなに強くない。さあ、まずは色仕掛けで。ヘイストメット、いいですね。ちょっと殻の方にも
色仕掛けいっちゃいましょうか。さあ何くれるかな。プロテクトメット反撃してきますよね。こちらボスニードル、おう結構きつい。 KR がで、ロボはマシンガンパンチですね。顔だけ攻撃しないといけないもんね。 OK。 さあカエルはどうしようかな。ジャンプ斬り、それからエイラは三段キックかな。はいよ、連携技何かあるのか。ぶん投げソード、シャボンプレス、シャボンプレス。いやーロボはマシンガンパンチでいいか。エイラを待って、よし、エイラと連携技でシャボンタックル、ベロロンキッス、アグラをちぎり、いってみましょうか。あ強い、カエルはまず一回ジャンプ斬りで OK。お、倒した。あんまり強くなかったね。オッケー。一回回復に戻った方がいいのかな。それとも先に行っちゃっていいのかな。行ってみますか。ウォールが出そうですよね。じゃあ、色仕掛けでスピードカプセルいただいてみましょう。どうもはい、終了。全員からスピードカプセルもらっときました。 OK。 あ、セーブポイントってことはこの先はまたさらにボス戦かな。アイテムのシェルター、一旦セーブしときましょうか。よろしい。さあそろそろラストかな。女王ジールにまだ会ってないからね。あれからお、なんだこれ、なんだ、クロノにマールにか、ロボ、カエルにエイラもいてるな。魔王はいないのか。お、これは魔人機来ましたね。ジール、クククそこに眠っているのはお前たちの未来だ。これから叶うかもしれぬ夢、得られるかもしれぬ喜び、悲しみ、お前たちの明日そのものなのだ。この黒の夢はあらゆる時間次元を超えて流れている。ラボス様が目覚めるその時を待ちながら。
お前たちの未来はいつか必ずここにたどり着く。お前たちに未来はない。わらわを倒し、この黒の夢を止めぬ限りな。解決方法をね、いきなり教えてくれちゃうんですね。倒しゃいいんでしょ。来い、人の声を。わらわが誘ってやろう。ラボス様の眠りの中へ。永遠の黒き夢に。永遠の輝き。あ、ジールと戦闘ですか。何それ、マジっすか。大丈夫かこれ。ラストエリクサー、どうも。いや持ってっかいらねえけどな。ケアルガウェーブ、よかったよ、ロボ連れてきて。魔王やったらまずかったね。あ、MP が取られる。あぐらをちぎりいっちゃいましょうかね。で、マシンガンパンチ。おっとまずい、ハレーション。ロボ早く、ロボ早く。ケアルガウェイブ攻撃。オーケー。というかこのペースでハレーションやってくるんだったらヒールビームでいいじゃねえか。ハレーション、ヒールビームで十分でしょう。そしてあぐら落ち入りをね、300あったら一撃で倒されることはないっしょ。 OK。 よー、ちょっとロボはじゃあ回復要因で攻撃せず置いときましょうか。 OK。 お、倒しましたね。またラストエリクサー満タンなんすけどね。ここでは力が脱線。いいことを思いついた。貴様ら魔人機に取り込んでくれる。ありがたく思うと良いぞ。この船の一部になれることを、この私の一部になれることを、ラボス様の一部になれることを。なんや？お、魔人機械？お、すべてのエネルギーを変換。敵探、ちょっと待てよ、先回復しないとまずいっしょ。ケアルガウェーブ、ロジカケ、あ、またラストエリクサー満タン持ってんのに先に使ったらよかった。あぐら落ち入りで、防御力アップ。どうしようかな。エレキアタックいってみましょうか。おお、あまりかっこよくない。グランドリオンがエネルギーを吸収。どうしようかな。これは
ヘイラが MP がないのでスーパーエーテルで一回回復して、マシンガンパンチ、あ、全然効かない。溜めていたエネルギーを放出。あ、全然食らわんね。あぐらをちぎりいきましょう。魔人気は静かに佇んでいる。静かに佇んでいる。あれ、もう何もやってこないのか。あぐらをちぎり、OK、ポイントフレア全然強くないな。二人技でシャボンプレスいきましょうか。マシンガンパンチの方が強いかな。あ、全然シャボンプレスの方が強いね。それからあぐらをちぎり、ポイントフレア、さあどうでしょう。シャボンプレス、一回エネルギーを放出してからあまり大した攻撃やってこねえな。よし、ぶっ潰した。さあ魔人機ぶっ潰したよ。どうなんの。もうラボスエネルギーは吸い出せないんじゃないのかい。なんだ、お、これは黒の夢のてっぺんか。なんやろ。あ、ジール、虫けらどもが、わらわはラボス神とともに永遠にこの世を支配する女王なるぞ。そのわらわに逆らおうというのか、言うかか。死してその思い上がりを悔やむがよい。何や？おー、化け物に変身しちゃいました。三連戦きついな。色仕掛け3体ですね。ちょっと一回まず回復しましょうか。ラストエリクサーいらんっす。いや、いるけど満タン持ってる。ヘブンゲート、そんな強くないな。まずは全員に色仕掛けをやってみましょう。プリズムメット、あ、いいっすね。MP バスター、マジですか。スーパーエーテルで、手は攻撃すると反撃ってことかな。色仕掛け、プリズムドレス、あ、前に作れなかったやつ、いいっすね。ライフシェイバー、 MP、 いや、 HP1、 まずい。全体攻撃か。
エイラ確実にやられたね。はい、じゃあアテナの水で生き返らせて、ケアルガで回復を。さてじゃあ顔からいきますか。ヘブンゲートは大したことないな。オッケー。あぐらをちぎり、マシンガンヒールビームいきましょうか。さあこれでほぼほぼ HP は全開ですね。ダークギア、あぐらをちぎり、マシンガンパンチ、 OK。 顔はやっぱり反撃してこないな。レーザーはダメージはもう極小ですね。ジャンプ切り、攻撃しましょうか。でロコハレーション来ましたね。キャルガウェーブ、ジャンプ切り、エイラは攻撃で、あ、MP バスター、マジか。シャボンプレスいきましょう。エイラは MP 回復した方がいいのかな。 MP バスターをまたやられたら一緒やしな。はい、ジャンプ切り、エイラはしばらく攻撃しましょうか。シャボンプレス攻撃、あ、見た目からして顔を倒したら両手も終了でしょうね。でジャンプ切りの、攻撃の、オッケー、倒したぞ。どうやジールよ。虫けらの分際でこのわらわを追い詰めるとは。ラボスシーンをそのお力をわらわに。お、なんだ？なんですか？ふふふ、ははは、ついにラボス神がお目覚めになる。貴様たち虫けらなぞ、ラボス神の前では赤子同然。
わらわはラボス神と共に永遠の命を手にすることとしよう。あれ、現代に蘇っちゃうの？あと1000年ぐらい早くない？あ、プロの夢が飲み込まれていく。消えていくよ。このままラボスか？出てきた。ウニ。あー、出ました、ウニですね。ラボスが攻撃モードに入る。あれ、ドラゴン戦車かな。あれ、動ける。どうしましょうかね。ラボスは色仕掛けが何もないはずなので、イーラはもういらないから、プリズムドレス強いな。魔法ダメージ3分の1カット。すげえな。エイラを外して、代わりに黒のを入れましょうか。プリズムメットに、ノバーマー、かな。よし。よしじゃないわ。回復とメンバーチェンジを。ヒーラーを黒のに変えて。でもドラゴン戦車 と同じ能力のやつと戦うんだったら、別に MP なくても大丈夫か。回復だけしときましょうか。ヒールビームで。さあ、行くぞ。ラボスよ、ついに決着をつける時だな。この横のやつは何？これもラボス？倒した。倒した。二人技スーパーエレキを覚えた。ラボスの攻撃モードが変化する。こいつはなんて名前やったかな。未来のドームの地下にいたやつですよね。ガードマシンやったかな。ですよね。ってことは左右がビットかな。左右から先に倒すんやったっけ。ダメージ2。はい。ブレイクダウン。ラボスの攻撃モードが変化する。次は何ですか。こいつはヘケランやったかな。ヘケランは攻撃が効かないんだったか。
あ、ですね。なので、どうしよう。ウォーターを使って、それから、回転レーザーでいいかな。はい。で、もう一回ウォーターの、黒のは、シャイニング。さあ、行け、アルテマー。おお、強い。倒したね。こいつは何だったかな。なんて名前だったっけ。忘れた。ジャンクドラガーや。まあ攻撃でいいかな。あー、MP バスター OK。 さあ次は、これはグランとリオンかな。MP だけちょっと回復を、ハイエーテル、エリクサ、スーパーエーテル、あ、全回復、ミドルエーテルでいっか。はい。さあ行くぞー。攻撃通るよね。確かあの竜巻エネルギーを貯め始めたらかまいたちでぶっ飛ばすってやつやったんじゃなかったっけかな。ああ、倒しちゃいました。さあ次は、ニズベールね。おかしな動きするやつね。さあ行きましょう。サンダーで感電させてから攻撃するんやったかな。サンダー、ですね。過去のボスはね、全員倒してきたから攻略法は大体覚えてるよな。まあ、あの黒の夢でいろんな人の映像が映ってたけど、このラボスがいろんな時代のいろんなものを見てきてるから真似できるってことですかね。さあ、あ、魔王ね、邪気。火属性がいないけどいいかな。ダメ、もくらってないし、行きましょう。その属性の魔法で攻撃しないといけないってやつだったかな。でもまあ物理は効くのかな。バリアチェンジ、火ですね。さっきグランドリオンで攻撃をせなあかんかったっけか。はーい。ヘルガイザー、
火の魔法はね、今サークルボムしかないんだけど届かないんだよな。回転レーザーで無理くり変えるか。しまった、回転レーザーやっちまった。今は水属性が効いてるんですよね。ああ、冥属性に変更。だったらロボの回転レーザーで さあ次は水、ウォーター。さあ次は何ですか。また水ですか。はい、ウォーターで、今度はメイですね。ダークボム、ロボの回転レーザーで、呪文唱え出したね。防御解除ですね。さああとはもう一斉攻撃で終わらせましょう。あれ、こんなに HP 多かったっけかな。あ、OK。さあ次は何ですか。これはアザーラとブラックティラノかな。とにかくアザーラから倒すしかなかったっけかな。一旦サンダガで、確か攻撃が通りにくいので、あ、感電関係なかったっけか。シャボンプレス、あ、全然効かない。はい、聞きにくいな。魔法の方が効くんやったかな。まあ、黒のは攻撃で、ロボはじゃあエレキアタックでもやりましょうか。さあどうや。あ、まだ効くね、こっちのがね。アザーラブレイク。オッケー、あとは、ティラノは、どうすんだったっけか？あ、そうだわ。これだ、防御解き始めたらやるんだった。お、敵単体に3人クロスアタック。やってみましょう。あ、強い。4。トリプルアタックで。クロノとカエルが先に溜まっちゃうから、どうしようかな。
3。カエルとクロノで X 切りだけ一回間に入れるか。ね。で、ロボが溜まったら3人待って。で、トリプルアタック。強いな、これ。OK。さあ、次は何ですか？ギガガイアかな。はいよ。まずは両腕から撃破しましょう。ダブルパーツブラスター、そういえば初めになんかやってきたね、強い攻撃をね。ダークプラズマ、あの時は結構強力でしたけど、今はもうこんなに弱い。そうか。横一直線攻撃できるのはエイラとクロノの二人技でしたね。シャボンプレスでいいや。はい。シャボンプレスで倒せるかな。あ、OK ですね。そしたら、ウォーターライズ。で、カエルを待って、シャボンプレスでもう片腕も倒しましょう。OK。薄切り。で、それから3人揃ってトリプルアタック。復活開始。戻ってしまいましたね。じゃあまたシャボンプレスで。はい、OK。 攻撃できんじゃねえか。よし、倒したかな。お、吠えてる吠えてる。過去のボスは終了かい。MP はまだまだまだあるね。さあ、ここからがラボス本番なので、クロノはちょっとだけ回復しておきましょうかね。ピアスついてないからね。さあ、行きましょう。天から降り注ぐものが世界を滅ぼす。大丈夫でしょう。ね。まずは3人技トリプルアタックでいきましょうか。 OK。 カオティックゾーン、残念ながらね、混乱は効かんのですよ。
はい。んで、トリプルアタック。お、ニードルかな。はい。X 切り。天から降り注ぐものが世界を滅ぼす。まあ、3人たまるね。トリプルアタック。あら。終わりか？そんなに強くないな。やったか。ラボスの体内からはさらに強力な生命エネルギーが感知されます。所詮こいつは鎧、中身をぶっ倒さなきゃな。あ、プチラボスと一緒でこの殻の中にまだいてるの。あ、ゲートがある。薄っ気味悪いとこだぜ。魔王女より悪趣味だ。センサーの反応によれば中心は近いです。一旦はシェルターで回復しましょうか。はい。で、セーブ。さあ、ラボスの殻はぶっ潰しましたね。よろしい。はてなはてなはてな。星の夢の終わりに、まあ、ついにね、やっと中のラボスの最終ですかね、本体を倒しに行こうっていうとこですかね。 OKOK。 長かったですが、そろそろラストに近づいている予感がします。さあ、まあ今回はこの辺で、次はラボスをね倒しに行きたいと思います。ではでは、お疲れ様でした。